高校生の俺、田中優斗には友達がいない。物心ついた時からずっとぼっちだった。周りの人たちはみんな俺のことを避けていた。別に何か悪いことをしたわけじゃない。じゃあ一体どうして？それはひとえに俺の目つきの悪さが原因だった。子供の頃から俺は目つきが悪く不良だと勘違いされていた。目が合った相手は漏れなく病院送りにするなどの根も葉もない噂も立っていた。ちなみに俺は生まれてこの方誰とも喧嘩をしたことはない。誤解を解くために思い切って声をかけようとしたこともあった。あのさ、ちょっといいかな。実は俺ごめんなさい。ボコボコにしないでください。このような感じであっという間に逃げられてしまい話にならない。そういうわけで高校生になった今も俺はぼっちなのだった。向こうでクラスのみんなが遊びに行く予定を立ててる。いいな、俺も一緒に行きたいな。けど声をかけたら教室中が阿鼻叫喚に包まれるのは目に見えてるし、遠巻きに羨むことしかできない。いや、田中くんがこっち見てる。私たち何か悪いことしたかな。話し声が大きすぎたとか、もしかすると私たちと一緒に遊びに行きたいとか。いやいや、それはないでしょう。田中くんといえばこの辺りで知らない人がいないくらいの不良生徒なんだよ。これまでに数百人を病院送りにしてきたとか。そうだぜ。異常に喧嘩っ早くて生まれて最初に覚えた言葉はオーダだって聞くぜ。いつも着てる赤色の私服は返り血で染められたものだとか。そうなのかな。田中くんが実際に誰かと喧嘩してるところなんて一度も見たことないけど、話してみたら噂されてるような悪い人じゃないかもよ。ダメだよ、話したら何があるかわからないし。彩香はお嬢様の箱入り娘で世の中の悪意を知らないから。私たちが守ってあげないとね。俺たちに任せておいてくれ。命に変えても守ってみせるぜ。ありがとう。放課後、学校が終わった俺は時間を潰した後家に帰ろうとしていた。今日も今日とて一言も発しなかったな。お、公園で子供がボール遊びしてる。一人だけど、あの子も友達いないのか？だったら遊び相手をしてあげたいな。いや、俺が声をかけたらきっと事案になるな。今日のカラオケ楽しかった。調子に乗って歌いすぎちゃった。声枯れなかったらいいけど。あ、子供がサッカーしてる。かわいい。子供の頃はボール遊びに混ざりたくても混ざれなかったからな。ちょっと羨ましい。あらら、リフティングに失敗して道路にボールが。微笑ましいな。って、危ない！後ろから車が来てるよ！あの子全然気づいてない！どうしよう、このままじゃ車に轢かれちゃう！一か八かだ！うわぁ！すごい！あの人、迷いなく飛び出してあの子を助けちゃった！ギリギリ間に合ったな。君、大丈夫だったか？怪我はないか？お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。あ、それよりボール遊びするときは周り見なきゃダメだぞ。そうだね、気をつけるよ。って、うわ、何その顔！めちゃくちゃ怒ってる！絵本で見た鬼より怖い！ごめんなさい！僕を食べないで！おい、別に怒ってないって！これは生まれつきの目つきの悪さが原因なんだ！ものすごい勢いで逃げていったな。そんなに俺は怖い人に見えるのか。見覚えがあると思ったら、あの人、田中くん、身を挺して子供を助けるなんて素敵な人なんだな。翌日の教室、今日も今日とてぼっちに甘んじていた時だ。田中くん、ちょっといいかな。突然声をかけられた。え、さくらさん？思わずびっくりしてしまった。俺に声をかけてきたのは学校一の美少女と名高いさくら彩香さんだった。びっくりしすぎだってば。さくらさんが俺に一体何の用でしょう。昨日見たよ、田中くんが惹かれそうになってた男の子を助けてたところ。すっごくかっこよかった。私、田中くんのこと誤解してた。危険を顧みずに子供を助けることができる人が悪い人なわけないもん。本当はいい人だったんだね。さくらさん。おい、聞いたかよ。田中が人助けしたらしいぜ。見た目が怖いだけで本当はいい人だったのかな。でも喧嘩ばっかりしてるって噂も聞いたことあるし、まだこれだけじゃ判断できないな。その後の昼休み。田中くん、お昼一緒に食べよう。え、さくらさんが俺とお昼を？なぜ？もしかして夢を見てるのか？いや、頬をつねっても痛い。これは現実だよ。面白いね、田中くん。私が田中くんのことをもっと知りたいから。それにみんなまだ田中くんのことを誤解してるみたいだから、私が一緒にいれば誤解も解けるかなって。さくらさん、あまりにも天使すぎるだろう。俺たちは中庭に行ってお昼を食べることに。誰かと昼食を食べるなんて、いつ以来だろう。田中くんのお弁当、美味しそうだね。お母さんが作ったの？ああ、これは自分で作ったんだ。
え？田中くんが作ったの？すごいね。うちの両親は忙しいから家族の分も作ってるんだよ。へえ、親思いなんだね。一口食べさせてもらってもいい？別に構わないけど、さくらさんの口に合うか。美味しい。この卵焼き今まで食べた中で一番かも。田中くん料理上手なんだね。そこまで喜んでもらえるとは。よかったら今度さくらさんの分も作ってこようか。本当？嬉しい。それからも俺たちの交流は続いた。テストの結果学年でも10番以内なんだ。田中くん勉強できるんだね。まあ友達いなくて他にすることがないから。さくらさん、それ重いだろ。俺が代わりに教室まで運ぶよ。ありがとう。田中くん力持ちだね。放課後やることなくて筋トレで鍛えてるからな。これくらいは余裕だよ。え、田中くん一度も喧嘩したことないの？ああ、人を殴ったことなんて一度もない。俺の見た目にビビった人が流した根も葉もない噂だよ。そうだったんだ。確かに田中くん接してみると優しい人だもんね。さくら、いつも通り可愛いな。今日こそ俺と遊びに行こうぜ。楽しませてやっからよ。うん、また声かけられちゃった。知り合いの人？うん、上級生の人なんだけど、何度断ってもしつこく迫ってきて。おい、そこの下級生、さくらさんは俺とランデブーすんだよ。痛い目見たくなけりゃ今すぐ消え失せな。どうする？俺は一度も喧嘩したことないんだ。喧嘩になったら 100% 負けるぞ。だけど嫌がってるさくらさんを見捨てるわけにはいかない。今は俺しか守れないんだ。気づかないのか？さくらさん嫌がってるだろう。これ以上強引に迫るようなら俺が相手になる。そうなればお前は終わりだ。田中優斗って名前をあんたも聞いたことがあるだろう。田中優斗だ。う、思い出した。その筋の人みたいな強面。お前、あの田中優斗か。目が合った人間を軒並み病院送りにしてきた地元最強の不良。そうだ、俺を敵に回したらどうなるかはよく聞いてるだろう。くっ、あまりにも分が悪すぎる。わかった、もうさくらさんには近づかない。だがまさかさくらさんが田中優斗の女だったとは。聞いてくれたか。悪評っていうのもたまには役に立つもんだな。ありがとう。田中くんがいなかったら今頃どうなってたか。だけどあいつはさくらさんが俺の彼女だって勘違いしてるみたいだ。このままだとさくらさんに迷惑がかかるよな。ううん、全然迷惑なんかじゃないよ。いやでも。じゃあ私が本当に田中くんの彼女になればいいんじゃない？え？今まで接してきた中で田中くんが素敵な人って分かったし、これからももっと一緒にいたいから、どうかな。ありがとう。俺もさくらさんが好きだ。ずっと一人でいた俺を救ってくれたのはさくらさんだから、さくらさんさえいいなら俺と付き合ってほしい。私たち両思いだね。今日からよろしくね、ゆうたくん。こうして俺たちは付き合い始めた。嫌われ者だった俺と学校一の美少女のさくらさんの交際に学校中の生徒たちが驚いていた。さくらさんが俺の人柄をクラスのみんなに伝えることで誤解は解け、受け入れられるようになった。彼女や友達たちに囲まれて俺は幸せに過ごすのだった。